ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ浦和のツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただく車がミニクロスオーバークーパー D 2020年式12000キロ、こちらの車両になります。はい、やってきました。勉強しなくていいやつ、はい、はい。まあ、ちょっと改めてご紹介させていただくと、うん、元ミニ専門店メカニックの僕と現ミニ乗りの、そうですね、はい、まあ、ミニ乗りといってもなかなかちょっと遠いの違いますね、はい、の2人でお届けしたいと思います。で、僕ちょっと反省しました。つい最近なんですけど、はい、ちょっとミニを検討してるんですっていう方とちょっとお話しさせていただいて、まあ、直接僕が販売とかそういうわけじゃないんですけど、うん、でちょっと思ったのは、僕らこうやって車両紹介させていただくんですけど、もう結構こう何ですか、分かってる体でちょっとご紹介させていただくのが多かったなと思って、うん、でちょっとその方とお話しさせていただいたら、まあ、ちょっとジョン・クーパーっていうのを探してると。でちょっと周りに聞いてもジョン・クーパーっていうのがいいらしいと。でやっぱりちょっと詳しい方だと話通じるんですけど、はい、やっぱり一般の方だとそんなに多分この車がどうなのか、うん、ジョン・クーパーってどういうグレードなのかって多分なかなか分かりづらいと思うんですよ、うん、なんで今回はちょっと初心に戻って、はい、ちょっとミニってどういう車なのか、はい、まあ、グレード体系どうなってるのか、うん、あと装備どうなのかっていうところをちょっと改めて掘り下げていこうかなと思います、はい、でまずミニのちょっとそのブランドのところなんですけど、はい、BMW じゃないですか、うん、それもあんまりこう知ってる人と知らない人、そうですね、はい、いらっしゃるんですね、はい、もう僕らなんかだともう当然のもう BMW の一ブランドですよね、はい、って感じなんですけど、うん、それが1990年後半に BMW 傘下になって、もう完全に BMW 製の一ブランドとして販売されている車種なんですよね。でもちろんその最初の頃の2000年初めぐらいのは結構そのミニのコンセプトそのままに車を作ってた感じですけど、うん、もうこれで3代目これに関してはもうだいぶ最初のそのコンセプトから外れて、もう大きくはなるし、もうすごく快適になってるし、うん、ちょっと結構その昔のクラシックミニのイメージの方からするとだいぶ違う車なんですよね。そうですね、うまく日本だと2002年に日本で、日本は2002年からだと、2001年で本国で発表になって、はい、2002年から日本では BMW ミニっていうのが登場した。当時はまだこうローバーの頃のクラシックミニのイメージをこう色濃く残しながら、うまくモデルチェンジごとに BM カラーに、そうですね、染め直していって、はい、まあ使い勝手はだいぶ良くなってアップデートされていきましたけどね、まあ、昔のミニっぽさから、まあ、ちょっとずつ薄らいでる感じはありますけどね、まあ、現代風にちょっとこう再構築し直したっていう感じですよね、うん、でもサイズもそうだし、ただデザインとか、あとはその走りのコンセプト的なところは、うん、まあ、そのまま受け継いでるのかなという。ただ不思議なのが、まあ、私もこうミニを探してるってお客さんとお話しすること多いですけど、いまだに R を探してるとかいらっしゃるんで、その世代ごとのミニのこうファンがちゃんといるっていうのがこうミニの面白さっていうか、うん、まあ、BMW ミニになってこう20年かけてこの形にたどり着いてますけど、うん、結構こう変化も激しかったですよね、うん、世代ごとのファンがいるっていう、まあ、ちょっとその辺も特徴かな。ただあれなんですよ、やっぱりこうあまりそういう詳しくない方はミニ見ればどれもミニって感じで、そうそうそうなんでちょっとそこもまたおさらいしたいところなんですけど、今現状販売されてるこのボディタイプ、これに関しては3ドア、5ドア、あとカブリオレ、あとはワゴンタイプのクラブ、あとはこの SUV タイプのクロスオーバーっていう、はい、ボディタイプでしたら5種類の展開になるんですよ ね、 ですね、はい、で今回ご紹介させていただくのが SUV タイプのクロスオーバー、うん、はい、これも出たとき結構言われましたね。そうですね、もう全然ちっちゃくないし、はい、ミニだけどミニじゃないっていう、うん、はい、ただいろいろミニらしいところも残ってるっていう、そんな車になります。であとはもう一個混乱させてるところといえば、うん、グレード体系だと思うんですよ、うん、分かりづらくないですか。そうですね、今なおさらSE があったり肉四駆があったり、もうハイブリッドにディーゼルにガソリンにその辺がごちゃ混ぜになってるんで、すごく分かりづらいんですよ、うん、でグレードのその名前も1、クーパー、クーパー S、JCW、うん、大きく分けて4つで、上のその JCW が一番トップグレード、はい、で一番ベースのグレードが1、うん、ただそれも車種、ボディタイプによって1がない、うん、
車種とか、そうですね、はい、もあるんですよ。ちょっとその辺分かりづらいですけど、まあ、大きく分けるとその1クーパー、クーパー SJCW で上に行くにつれてどんどんスポーティーになっていくんですね。そうですね、はい、でもう乗り味ももっとなんかレーシーな感じになっていくと、で当然価格帯も高くなっていくんで、まあ、ある程度はその装備的なものも上に行くにつれて、まあ、いろんな標準装備になったりとか、うん、まあ、あとは中古市場でも流通しているものに関しては結構こうオプションが充実しているのってやっぱりその車体の本体価格が高い、まあ、クーパー S とか、うん、JCW の方が割とこういろいろオプションがついているものも多いのかなと、うん、ただ稀にそのクーパーでもすごくこう充実していたりとか、まあ、あとは限定車でいろいろ充実している内容になっているものもあるんですよ。で今回ご紹介させていただくのがクーパー D って、はい、そうですね、はい、まあ、グレード体系でいうと、まあ、上から3番目、はい、まあ、下から2番目という言い方がいいのか分かるんですけど、はい、っていう車になります。で D っていうその名の通りディーゼルエンジン搭載のモデルなんですね。そうですね、はい、で結構この辺ってあの僕かなりこう分かれるところだと思います、うん、結構その方もジョン・クーパーがいいって聞いたんですって言ってジョン・クーパーをどうも探してた感じなんですけど、うん、僕の印象的には多分この方ジョン・クーパーじゃないんじゃないかなって、うん、結構ジョン・クーパーって音も大きいし乗り味も硬いし、うん、スポーティーじゃないですか、うん、だからちょっと街乗りでちょっとおしゃれに見に乗りたいんですっていう方だとちょっと違うのかな、うん、そうなってくると、まあ、クーパー S かクーパーか、はい、もっと本当に手軽に乗りたいんだったらワンか、うん、ただクロスオーバーの場合ワンの設定がないんです。そうですね、はいはい、クーパーからの設定、うん、であとはじゃあクーパークーパー S どっちにするのって話だと思うんですけどクーパークーパー S でデザインがだいぶ違うんですよね、うん、で今回ご紹介させていただくのがクーパー D ってことでクーパーなんでクーパーの方がやっぱりちょっとミニらしいというかちょっとクラシック感のことも、ね、うん、そうですね、はい、でグリルなんかもこのフィンのタイプのグリルなんですよね、うん、でこれがクーパー S になるとメッシュのタイプ、うん、ちょっとレーシーなグリルになると。でやっぱりちょっと先代もっと遡ったらクラシックからの流れでこれに結構変えたいとかっていう要望やっぱ多いんですよね。クーパー S とかジョン・クーパーに乗っててもこのクラシックのグリルだから先代でも結構その交換するキットがあったりとか、うん、あとはもう丸ごと変えて交換しちゃうなんてことも方も多かったですね。なのでまあちょっとその走りスポーティーな走り求めてない方は、まあ、これだいぶいいんじゃないかな。で一応現行型でだいぶこうマイナーチェンジがあったりして、うん、バンパーの衣装なんかが変わって、まあ、最初のコンセプトの丸いデザインからだいぶちょっとカクカクってしましたね、うんうん、結構こう立体的っていうか張り出し感もまた変わって、はい、あとここもなんか結構八角形みたいな感じで、うんうん、ちょっと初期型のと比べるとだいぶ印象が違うのかなと、うん、で装備的なものでいくと PDC がついてたり LED のオグランプになったり最初はハロゲンと豆電球ですからね。そうですね、はい、今思えばだいぶ進化しました。いや変わりましたよね、はいはい、でまあ大きくなったといってもサイズ的なものでいくと全長が4315幅に関しては1820ということで、はい、もう全然立中にも入るサイズということで、うん、まあ、都内なんかでもかなり使い勝手が国産だと CX5 よりは小さいかな。あ、CX3 よりちょっと大きいかなっていうぐらいですかね。まあ多分そのぐらいじゃないですかね。だから使い勝手もかなりいいんですよね、うんうん、であとはミニといえばこのザラザラのパーツじゃないでしょうか、はいはい、まあ、これがバンパーもそうですし横のフェンダーのところなんか、まあ、至る所もちょっと素地パーツが残ってて、まあ、ちょっとその可愛い感じとちょっとこうなんていうんですかラフな感じ、うん、まあ、逆に言えばこれ塗っちゃうと結構高級感が出たりとかで価格帯的にもそんなにこう例えばポルシェでザラザラのパーツっていう感じじゃないじゃないですか、うん、そうですね、はい、特にクロスオーバーは、まあ、こういう外回りが素地でっていうのは車のこう性格としては悪くないと思いますけどね、はい、ただこれ日焼けしたりとかちょっと結構汚れちゃったりするんですよ ね、 そうですね、うん、なのでちょっとお手入れはコツが必要かなと、うん、でこれ黒の戻すあの溶剤なんかもあるんで、うんうん、その辺なんかとお手入れしていただけるといいのかなと思います、はい、であとはヘッドライト、うん、あの LED に標準だったんですね、うん、で結構そのグレードでもう昔で言ったらベースのワンクーパーはハロゲンのヘッドライト要は電球のヘッドライトっていうのが、うん、まあ、定番だったんですけど、そうですね、現行になるともうすでに LED が標準という、はい、20年の歴史を感じますね。
まあ、あとは車体価格もどんどん上がってくるじゃないですか。この辺の積み重ねなのかと。あとはこのトリムもなんかクロームのものといろいろありますけども、うん、はい、今回の車はこの黒いタイプ、これちょっとパンダっぽくないですか。まあ色の組み合わせ的に、はい、で今回ご紹介させていただいているのがホワイトシルバーということで、はい、これあのホワイトシルバーっていうネーミングを聞いたときにうわ懐かしいと思っちゃうあのカムデンの、はい、っていうのがその先代のその限定車カムデンの特別カラーだったんですよ、うん、カラースタートしてそうですね、はい、でその後あの標準になったりとか、うん、まあ、限定車でいろいろ選べたりとか、うん、でこれがちょっとあの細かいパールなんですかね、はい、の入ったちょっと本当に名前の通り白とシルバーの中間、うん、はい、これおしゃれでいいですね、うん、あとは横に回っていくと今回の車はなんと月村さんプロデュースの新品カスタマイズ車両ということで、はい、そうですね、はい、足元が大幅に変更されているそうです。こちらが、まあ、要はちょっとリフトアップスタイル、うん、もう SUV ですけどさらにちょっとこうオフロードっぽく仕上げた車になる、はい、そんな感じになっております。まあ、今回の目玉なのところですね、はい、で標準で17インチですけれども同じく17インチのMON のホイールにこちらはですねボンドグループのミニ専門店、はい、オリジナルのデザインのホイールということ で、ね、はい、もうミニって言ったらあの7本スポークとか、はいはい、ちょっと可愛い方ですけど、うん、もうゴリゴリのオフロードのホイールこちらになっててカラーもこれサテンブラックですよね。そうですね、はい、でちょっとビードロック風のデザインになって、うん、オフロード感出してます、ね、はい、で今回はこれ、はい、ミニMON のセンターキャップになってますけどこれ確かミニのセンターキャップをつきますよね。つきますね。ですよね、はいはい、今回はちょっと MON をちょっと、まあ、押しでという PR も兼ねてとかなんですかね、はい、こんな感じのホイールが装着されててであとはタイヤが BF グッドリッチのオールテレーンやってまいりました。これ外形もアップしてるんですよね、はい、うん、そして見た目もこのごっつごつのちょっとこのギャップ良くないですか。いやいいと思います。可愛いボディにこのゴリゴリのちょっと可愛くない足元が装着されていると。先代のクロスオーバーからうちは何台かこう手掛けてやってるじゃないですか、はい、そのスタイル結構先駆けでやってたじゃないですか。これも結構早いうちからうちやってましたしね。そうですね。なのでうちも商品車としてできるだけ早く入れたいなと思うんですけどなかなか別車両は見つからなくてようやく完成という別車両も厳選したそうですね、はい、車両をベースにやってるみたいでこれサイズも大きくなってるんでなってますよね確か、はい、なんで、まあ、タイヤ自体でもちょっとこう車が車高が上がってるとでなおかつ今回は車高も上げてあるんですよね、はい、こちらもミニのリフトキット、MON のリフトキットで車高がわずかに上がってるとでこれ比較してもらうと、うん、ノーマルの車とそうすると結構こう上がってるだいぶ上がったので乗り合いはしやすい、はい、非常にちょうどいいお分かりいただけるのかなと思います、はい、であとは車の紹介に戻るとクーパーとクーパー S 何が違うのということなんですけど、うん、まあ、ブレーキが違うんですよね。で1クーパーベースグレートに関しては基本的にブレーキは、まあ、標準のもの、はいはい、でクーパー S からだんだんこうブレーキが大きいものになっていく感じなんですね、うん、でクーパー S だと、まあ、ローターっていってこのブレーキの円盤が大きいもの。だからブレーキはよく効くってことですね、うん、そんな感じの仕様になってます。ただサスペンションも共通だし、はいはい、あのスタビライザーって言ってその車の姿勢をコントロールするパーツも共通なんですね、うん、だ乗り味はおおよそ一緒、うん、だエンジンの味付けなんかがその辺クーパークーパー S で違うんで、まあ、その辺もちょっと選べるポイントなのかと思います。であとは先ほどちょっとご紹介させていただいた通りこの樹脂のパーツなのであのもうキャラクター的にもそうですし、うん、あと僕メリットあのもし万が一こう傷ついちゃった時も単体で交換できるんです。そうですね、はい、割と価格も、うん、まあ、当然このザラザラのプラスチックのパーツなんでそんなにしないんですよね、うん、だ結構その駐車の時にここ擦っちゃったなんていうのも結構僕も SNS とか、はい、時々拝見しますけど。で、まあ、僕の車自体もそうですけどカスタムで、まあ、これこそ素地なくしてボディ同色にしたりとか、まあ、これだとグロスブラックにしたりとかっていうオーダーももちろんできるんですけどもう素地もうプラスチック素材なんで長年使っていくとこう車のよじれかなんかでクラック入ったりとかっていうのはどうしても出ちゃうんですよね。なので、まあ、このまま乗っていただくのは悪くないと思うんですけどね、まあ、カスタマイズとして、まあ、塗るのも、まあまあ、ありですけどね、はい、そしてあとはミニといえばいろんなカスタマイズのパーツじゃないですか、うん、
まあ、今回足元も変わってますけど、足元だけじゃなくてこういうところとか、はい、こういうところとかも、はい、もう無限大なんですよね。そうですね。もうそれこそ定番 の、 あのイギリスの国旗のユニオンジャック柄から、はい、まあ、これもちょっと黒いモノトーンのユニオンジャックになってますけど、はい、いろんなのがあるんですよね。ブラックジャックなんて呼んでますからね、こう黒、あの医者じゃない方ですね、はい、まあチェッカー柄だったり、はい、ストライプ柄だったり、はい、でこっちのミラーカバーももう交換するものからかぶせるものからいろいろあるので、うん、まあ、この辺なんかでもなかなかだってミラーをちょっとなんていうんですか、柄のミラーにしてってできる車ないですよ。そうですね、はい、一時期あのカラーだけのこう、はい、いろんなセレクトができる、はい、ピンク色になったりとか、ね、そうピンクグリーンになったりとか、はい、まあ、結構ショップオリジナルだったりとか、うん、まあ、ディーラーさんなんかでもオリジナルで出したりとか、そうですね、はい、まあ、そんな遊べるポイントでもあります。であとは、まあ、オフロードっぽくちょっとこの辺が、まあ、ザラザラなんですけど、その下はシルバーの、はい、サイドステップになってたりとか、はい、あとはその車種グレードによってこの上のルーフレールが黒いやつとかもあるんですよね、うん、まあ、なんでこの辺はまあキャラクターに応じて選んでいただいてもいいのかなと、まあ、あとはうちの場合こうラッピングしたりとか、そうですね、まあ、ペイントしたりとかもできるんで、はい、まあ、外装のここがちょっとなとかっていうのはあんまりこう気にしなくていいのかなっていう気するんですよね、うん、大概ご希望に沿ってそうですよね、はい、合わせていくことができますんでね、はいはい、なんでその辺なんかもちょっとポイントじゃないかなと。あとは結構取ってこの辺なんかがちょっとあの最近なくないですか、空気抵抗の関係なんかもあって、うん、どんどんこうシンプルになっていく中、この取っ手ですよ、ちゃんとドアノブが出てる、クラシックな感じ、はい、これがちょっとあの現行だとこれごと引っ張るタイプなんですよね、うん、はい、そうですね、取っ手奥にこう握りがある部分じゃなくてこれごと引っ張るタイプですね、はい、そしてスマートキーなんかも当然ついてると、はいはい、そして後ろ行きましょうか、はい、このちょっとこの特徴的なルーフと、はい、特徴的なこの一番後ろのガラスと、はいはい、そして今回ご紹介させていただいているのはクーパー D ディーゼルということで、現行型はこのアドブルー、そうですね、排気ガスをきれいにする、はい、尿素を入れるタイプなんですよ、こんな感じ。ただそんなに頻繁に入れるもんじゃないんで、うん、まあ、基本的には軽油ディーゼルそのまま乗っていただける。先代はあれですよね、普通の尿素入れないタイプなんです、入れないタイプ、そうですね、でしたからね、はい、BMW はずっとそれをこうなんかアピールしてたけど、アドブル、そうなんですか、アドブル入れるタイプになりましたね。もうクラシックミニから言ったらまさかミニにアドブルーを入れるなんて思ってないですそうだね、はい、確かに。そしてリアも同じく、はい、まあ、基本的には4本通しで、ちょっとこれゴツゴツやっぱり皆さん気になるところだと思うんですよ、うんうん、こんなにゴツゴツさえ入れて大丈夫、うんうん、ステアリングフィールどう、はい、乗り心地ゴツゴツしてない、はい、音すごいんじゃないのって、はい、多分皆さん思われてるところだと思うんで、これはちょっとこの後試乗してみたい。そうですね、はい、はい、だとミニの僕ちょっとここ熱く語っていいですか、うん、いいと思うところは走りにすごくお金かかってるんですよ、うんうん、結構このサイズの、まあ、コンパクト SUV いろんなメーカー出してるじゃないですか、うん、でもちろんそのミニでも、まあ、グレードによって、まあ、これの4駆モデルとかもありますけど、あのめっちゃお金かけてるんですよ、うん、っていうのは普通 FF、まあ、前輪駆動なんでリアって割とこうコストダウンじゃないけど、うん、そんなに重点置かないんですよね、まあ、要はすごく簡単な足回りの仕組み、うん、要はまあ前輪でこう車引っ張っていくんで後ろってこう引っ張られるだけじゃないですか、うん、だから後ろの結構作りって割と国産コンパクトなんかもそうだけど簡単な作りなんですよ、うん、それはミニめっちゃお金かかってるんですよ、うん、マルチリンクって言って、まあ、そのアームがもう何本もこう走ってて、もう確実に路面を捉える、まあ、駆動しないのに路面を捉えてどうするんですかっていうところですけど、うん、それってもう BMW だからなんですよね。そうですね、はい、でも BMW って走りのブランドなんで、うん、まあ、基本的に FF でもリアのその接地感とかもう必ず考えてると、うん、でなおかつそれだけお金かかった足元なんで、これを4駆になってるモデルになっても同じようにトラクション、うん、駆動がしっかり稼げる、この辺がかなり熱いね、まあ、伊達にこうメガニックならないといけませんから、はいはい、そして後ろに回っていくと後ろも可愛くないですかこれ、はい、まあ、ちょっと出たての頃賛否分かりましたけど、そうですね、まあ、イギリスの国旗柄のこのテールランプと、はい、そして後ろもちょっとカクカクってなりましたね、うん、ちょっとこの辺のリフレクターだったりとか、そしてあとは今回ちょっとプチカスタマイズということで、うん、リアのこのエンブレムが黒くなってたりとか、はいはい、あとここカントリーマン
あれクロスオーバーの紹介ですって言いませんでしたっけってことだと思うんですけど、そうですね、海外名カントリーマンなんですよね、はいはい、日本名クロスオーバー、これ商標の関係で、そうですね、はい、カントリーマンが日本で取れなかったということで、BMW のミニが日本に入ってくるときに、まあ、ちょっと吸ったもんだったやつですね、はい、商標の関係で取れなかったん で、ね、まあ、本来の姿に戻った感じです、はいはい、これをパーツ交換で一応日本以外ではカントリーマン、そうなんです、はい、日本だけクロスオーバーですね、はい、カスタマイズというか、まあ、ちょっと元に戻った感じ、そうですね、はい、こんな感じになっております。じゃあ続いてトランクも見てみたいと思います、はい、トランクはここでもスイッチあるんで開けられますし、あと足でも、はい、開けられる。足使います？こういうシーンがないですけど、こういうシーンがあればってとこですよね。で一応足でも同じように締められて、締めるとき音するんですね。オートですよ、はい、ミニなのに。ミニじゃないんですよねちょっと BMW 感贅沢、はい、現代的に解釈したミニでございます。そうですね、はい、そしてリアは結構容量ありますよね、はいはい、奥行きもあって、はい、そして両サイドに、あ、両サイドだけじゃない、片っぽだけですけど、うん、ネットがついてて、あとシガーソケットも、はい、ついてるんですね、はい、こんな感じ で、あとは、はい、やってまいりました。下が深いんですよ、はい、結構今のってもうここで下ないんですよっていうのもあるじゃないですか、うんうん、クロスオーバーちゃんと下もあるということで、こんな感じのトランクになっております、はい。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。で内装の前にキーが、キーなんてちょっと改めて紹介してなかったですね。そうですね、はい、そういうとこですよね、僕のタイナーは、はいはい、こんな感じのキーも可愛いんですよね、うん、ただ先代より結構大きくなったっすね、うん、だとメッキのトリムとかがなくなったんで、割とちょっとこうおもちゃっぽくなったといえばなったかな。ただこれもちゃんとカスタマイズできるんですよね、うん、そうですね、それもカスタマイズできますね。この外側がいろいろ出てるんで、はいはい、自分だけのおしゃれにもできると。そして続いて内装に行くと、今回の車は車外のシートカバー装着ということで、内装が白黒スーツに、はい、ちょっとオレオっぽいなと思ったんですけど、うん、ちょっとクリーム多すぎなオレオな感じで、ただまあボディカラーとちゃんと組み合わせ的には合ってますよね、はいはい、背中と座面が黒 でこれクロスステッチというかダイヤモンドステッチが入ってる感じので、シートカバーは結構ミニ充実してるんですよね、うんうん、そうですね、はい、本当にいろんなのからデザインも半分オーダーメイドなみたいな感じで、うん、素材と、はいはい、でもちろん純正のレザーシートの設定なんかもありますけれども、うん、まあ後からはなかなか難しいと思って、うん、もしこれちょっと気分転換にいいとか、うん、仕様変更したいなっていうのはシートカバーでいろいろオシャンディもできる。そうですね、はい、だとシートカバーしとくといいのは、純正のシートが結局保護されるんで、うん、その破れちゃったりへたっちゃったりとかっていうのがない、うん、でシートカバーがもうへたったり汚れたりしたら交換できるということで、うん、こんな仕様になってきて、あと、基本的にダッシュボードなんかは丸を基調としたデザインで、はいはい、ナビゲーションなんかも真ん中で丸という、うん、はい、その JCW を検討されている方にこれなんですかって言われました、うん、そうなりますよね。でも、はい、もうここはまあセンターメーターのあの時代からこうずっと脈々とこれだけが未だに残っている感じですね。そしてスイッチ類もトグルということで、はいはい、この辺もちょっと普通の車と違うのかな、うん、でハンドル前のメーターに関しても、まあ、液晶にこそなりましたけど、うん、この丸いタイプという、丸い液晶がそもそも変わらないですもんね。そうですね、はい、こんな感じの内装になっております。でちょっとドアも見てみましょうか。でドアに関してももう本当に丸を基調とした、もうとっても丸だし、ここのパワーウィンドウのスイッチ類なんかも全部丸ということで、でところどころちょっと配置だったりとかやっぱり BMW 感を少し感じるなと。でドアのポケットの中にはリアゲートのスイッチも備わってるんで、まあ、運転席から開けたりすることもできるようになっております。じゃあ続いて乗ってみたいと思います。そんなに車高が上がってるなっていう感じはしないです。もともとがクロスオーバー SUV タイプってもそんなにこう車高の高い SUV じゃないんで、多分女性の方でも割とリフトアップされてても普通に乗れるんじゃないかな。そうですね、でこうよっこいしょっていうの乗り上がる感じの高さではないですよね。あまりないですよね、うん、そしてこのスカーフプレートはミニのちょっとまだ養生が貼ってあるんで青いまんまですけれども、
この辺もミニって入ってたりとか、はい、そして座ると、今回ご紹介させていただいているのがクーパー D っていうことで、まあ、スポーツモデルじゃないんでシートは標準のシートになります。なんで横のサイドサポートなんかが割とこう低いんで、まあ、乗りやすいのかな、うん、足も割と自由で、これがクーパー S とか上のスポーツモデルになるとここがグイッて立ち上がって、そうですね、はいはい、こう割とこうちょっとタイトになる感じでございます。そしてステアリングは、これステアリングもいっぱいあるんですよね。もう3本スポークのからジョン・クーパーのからありますけども、今回はスタンダードな3本スポークの、はい、こちらのステアリングになります。でマルチファンクション、オーディオのコントロールと、あとはクルーズコントロール、はい、ついていくタイプのものがついております。そしてワイパーとウインカーライト類、そしてハンドルの調整に関しては手動です、はい、でちなみに戻りますけどシートの調整もこちらの車は手動です、はい、でこれもモデルグレードによって電動のものなんかもあります。そうですね、はい、ただ毎回の手動がいいです、はい、毎回の下りですけどそうですね、僕も、はい、そしてこの辺がライトのスイッチになりますけど、この辺のスイッチも全部丸なんですよね、はい、四角がないという。で基本的にライトもオートなんで、オートにしといてもらえば全部勝手にやってくれると。そしてオンにしましょうか。そしてこのオンにするのもスタートボタンがこのトルグルという、うん、でこれあのちょっとあの呼吸してるみたいな、うん、ゆっくりついてゆっくり消えるっていう、このスタートスイッチを押すとこんな感じで液晶のメーターがつきます。そしてディーゼルなんで、まあ、回転は4500までですかね、はい、これはモデルによってちょっと表記が違ったりしますけど、あとは燃料のゲージがこんな感じ で、あと真ん中にインフォメーションが、でこれはここの先っぽ BC ボードコンピューターでしたっけ。そうですね、はい、ボタンでいろいろ変えたりもできます。これ今エンジンかかってないちょっと変えられないんですけど、こんな感じになっております。でこちらがナビゲーションで、ミニのこのメディアナビどうなのっていうところなんですけど、割と使えますよね、うん、割と使えるとめちゃめちゃ失礼な言い方してしっかり使えますよね。そうですね、はい、こんな感じで、でメディアに関しては基本的にはそんなにこうなんていうんですか、いろいろこうジュークボックスがついてたりとか地デジがついてたりとかっていう感じではないんですよね、うん、まあ、基本的にはラジオと Bluetooth と、まあ、ただ今皆さん携帯つないでっていうことだと思うんで、まあ、カープレイがついてるんで、まあ、それで十分じゃないかなと、こんな感じになっております。であとはこのナビゲーション画面でいろいろ車の設定だったりだとか、はい、あとここがちょっとこうなんていうんですか、操作に応じて光るのいいですよね。エアコンとかあとスピードなんかにも連動するんですよね。そうですね、はい、でこれ車両設定とか、はい、この辺のライトで、はい、アンビエントライト、はい、アンビエントライトがあるんで、そのドアのポケットとか、はい、まあ、いろんなところがちょっとこう光る、こんな機能もついております。そしてエアコンはデュアルゾーン、これもなんと丸ということで、ただあの BM だからかシンクロボタンがないんですよ、ね、うん、だちょっと左右こう違ってて揃えるのはちょっと一発でできないんで、その辺かなと。そして当然オートでございます。あとエアコンのマックスボタン、全開エアコン、夏場乗り込んだら一番真っ先に押すやつですね。それ大事です、意外に使いますよね、それ意外に使います、うん、あとはモード切り替え、これで一応メーターの方でスポーツ、ビット、グリーン、まあ、燃費モードと、はい、スポーツモードとついております。ただ電子制御の足回りとかついてないんで、ついてないですよね、ついてないんで、まあ、基本的にはステアリングとかアクセルレスポンスとかその辺がちょっと変わるかなと、こんな感じです。そして、先ほど触れたスタートのスイッチはここで、あとアイドリングストップと、あとパークセンサー、はい、これのオンオフがここについております。はい、そしてドリンクホルダーとシフトもマイナーチェンジして、うん、ちょっと可愛い感じの、はい、普通のこれがオートマ、発足オートマかな、ハスゴードマンですね、はい、マニュアルモード付きの、はい、シフトになっております、はい、でこれクーパー D だからパドルはないんですよね、うん、はい、基本的にこっちのマニュアルモードと。
そしてナビの操作、そしてサイドブレーキも電動ですよ。もう昔手動だったんですけどね。そうですね、現行に関しては電動のサイドになっております、はい、そしてアームレストの中、はい、こんな感じでちょっと小物入れとこの下もちょっと小物が入るようになっております。そしてペダル関係、ペダルがミニってこう元々イギリススタートじゃないですか。なんかイタリア、イギリスってちょっとペダルレイアウトどうなのっていうなんか先入観ないですか。はい、まあ、これが BMW になってますね、うん、もうペダルレイアウトに関してはもう全く人間工学をもとに設計されてますから、はい、違和感はないです。そしてフットレストもこのちっちゃい車なのにしっかりこう足が置けるフットレストもついてるんで、まあ、こんな感じで、でこの足元もメッキのアルミかなステンかな、うんうん、カバーがついてるやつなんかもありますし、まあ、その辺はおしゃれにやっていただいてもいいのかなと。そして上行きましょうか。上はスタンダードなこのベージュのファブリック、これ黒いやつもあるんですよね、うん、そうですね、はい、アンスラサイトインテリアっていうのを選んでいただければ黒くすることもできます。そしてこのビニールのバイザーと、はい、あとは ETC 内蔵のミラー、この裏から ETC が入る感じになっております。で使えるときはここに ETC OK って出てくるんですよね。そうですね、はい、そして自動防言機能もついております。であとはマップランプと、あとあれですよね、このこれ伝わりますでしょうか、アンビエントのカラー変更がまさかのここのスイッチであるという。これローテーションもあります？いや、ビニールはどうなんだろう。ちょっとこれ後で確認しましょう、うん、はい、自動でこう色が切り替わっていくローテーションモードなんかもついているものも中にあるという、はい、じゃあとりあえず紫色にしておきます。そうですね、はい、いやらしいカラーでいいんじゃないですかね。欲求不満の紫です。高貴なカラーです。欲求不満じゃなかったですね、はい、紫色にしておきます、はい、では続いては後席、後ろの席に座ってみたいと思います。今ちょうどツッチーがのポジションに合わせた状態、前の席は確認します、はい、あの時々見栄を張るんで、はいはい、このぐらいですね、はい、このぐらいです。それに合わせてはい、座面はやっぱりちょっとこう前の席よりは高い感じですかね、はい、スペース的にはいかがですか。拳が1個は余裕に入る感じですね。頭も、まあ、拳1個、2個、1個半ぐらいですかね。月村さんが身長173ですね。ですね。で、アームレストがあってドリンクホルダー。それ BM で見たやつですね。お、はい、それ多分パーツ全部 BM と一緒ですよね。ここそういうこと、はい、BMW と一緒、うちの自家用車の BMW、 あれね、はい、で装備的なものはエアコンが吹き出しだけ。そうですね、吹き出しの、まあ、左右にこう向けられる吹き出しと USB がこれタイプ C ですかね、はい、2口備わってるとついてる形ですね。で当然輸入車ですからシートはアイソフィックスなんかもついてますんで、うん、まあ、チャイルドシート、ジュニアシートとかもあるんですかね。そうですね、アイソフィックス対応の、はい、その大事ですよね。だからこの方、うん、まあ、5ドアとかクラブマンもそうですけど、聞いたらファミリーユースがめちゃめちゃ増えたらしいですね、うんうん、ミニ。そりゃそうでしょう。一番売れてるのが5ドアって聞いたぐらいなんで、うん、だからちょっとなんていうんですか、独身の方とか一人で乗られる方が、うん、まあ、どうしてもこうミニって車ちっちゃいですし、うん、多かったイメージじゃないですか。だからだんだんこう大きくなっていってファミリーで使うっていうのがもうすごく今、うん、メインのその層になってるらしいです、ね、じゃあ続いてエンジンルームも見てみたいと思います、はい、で開けるのは運転席足元のレバー2回引いていただければ、はい、そのまま開くという、はい、でエンジンの方が確か 1994cc 直列4気筒ターボの150馬力ということでめちゃくちゃパワー出てるわけじゃないですけど、うん、ディーゼルすごくトルクがあるんで、まあ、この辺も街乗りすごくいいのかなと。乗りやすい、乗りやすいですよね、はい、乗りやすいです。であとはこう言ってもこう BMW ドイツ車なんで、うん、高速の巡航、欧州車って往々にしてってやっぱりこうなんで速度レンジすごく高く設計されてるんで、うん、まあ、高速で飛ばしてもしっかりブレーキも効くし、うん、
高速で巡航して疲れないですよね、うん、そうですね。本当にあの国産から乗り換えると こういうコンパクトから国産コンパクトからミニに乗り換える方は皆さんそれを言われますよね。高速が本当に安定してるし、もう走りやすい、うんうん、疲れないもあるし、うん、はい、あとは結構こう、もう輸入車乗られてる方だと特にこう故障とかメンテナンスとかってあんまり心配される方多分いらっしゃらないと思うんですけど、うん、まあ、国産車からの乗り換えとかもうミニ全然分からないんですけどっていう方だと、これちょっと信頼性どうなのっていうところ結構あると思うんですよ。ただこれってあの BMW でも共通のエンジンがいろんな車種に積まれてて、かなり実績があるエンジンなんですよね。あとはミニもこう20年かけてめちゃめちゃ進化してるじゃないですか、はい、でそれこそ初期型のエンジンってアメ車からこう持ってきたエンジン積んでたりとか、うん、2代目もこうプジョーといろいろそうですね、はい、どうにかこうにかもともと FF 横置きってエンジン作ってこなかったですから、ね、うん、どうにかこうにか作ったエンジンっていう感じだったんですけど、うん、あの現行に関してはあんまりこうそういうトラブルない。もうそれこそ僕が乗ってた初期型とかはもう壊れまくりました現行に関しては全くそんな感じがないっていう、うん、まあ、当然あのゴム類とか、まあ、その辺の消耗品なんかは出てきますけども、まあ、その辺なんかも本当にメンテナンスフリーにどんどん近づいてます。そうですね、はい、あとディーゼルなんかも結構ガラガラ音が気になる方も少なくないじゃないですか。ただこの辺もかなり改善されてますね。そうですね、もう乗って運転しちゃうと一瞬忘れる、うん、なんでちょっとその辺もこの後乗ってみたいと思います。続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。参りましょう、はい、ライトニングストップがまずいらないですね、はい、そうですね、皆さん乗ったらちょっとポチッと押していただいて、はいはい、あ、ちょっとその前にいいですか、うん、一応あのテールゲート結構高くまで開いちゃうんで女性の方とか背低い方とか、うん、届かなくなっちゃうのはこれで調整できるんですよね。そうですね、だベンツみたいにあのどこでもっていうわけじゃないんですけど5段階で一応できるんで、まあ、駐車環境とか、はい、使用される方の手の届く範囲でっていうのはできます、うん、はい、ただあの足で開けるやつのオフがないんですよね、うん、だそれが結構洗車の時にこう不意に開いちゃったりとか、なるほど、はい、っていうのがあるんで、まあ、確かディーラーの方でなんか設定でいろいろできたかもしれないです、はい、はい、参りましょう。あの実は一番最新のこのモデルに関しては乗るの初めてです僕、うん、取り回しやすい、うん、そしてですね、ステアリングは、まあ、ちょっと BMW っていうのもありますし、まあ、あとタイヤ今回でっかいの入ってるんで少ししっとり重いです、うんうん、はい、うわーって感じじゃないですけど、まあ、割としっとり重めのステアリングフィールです。そして気になる乗り味の方は割とソリッドな感じです。もともとミニそうなんですよね。そうですね、すごく走りに重きを置いてるんで、うん、めちゃくちゃ乗り心地いいかっていうと割とこう走れる、ちょっと軽快に走れる足回りのセッティングで、気になるこのタイヤの方はロードノイズはやっぱり割としますね、うん、ただそんなに全然耐えられないほどじゃないです、うん、はい、4駆の車っていう感じです。そうですね、はい、あと今新品なんでこれ多分ちょっと減ってくると少し違うのかなっていう気がします、うん、やっぱり角と合ってるんで、うん、あの僕ら今あのウィンタータイヤって言って横浜タイヤの新しいタイヤ履いてるんですけど、はい、それも交換直後は、うん、うわ結構ロードノイズ大きいとか思ったんですけど、うん、角取れてきたら音ちっちゃくなったんですよ、うん、はい、だこれもちょっと乗ると違うのかな。あと乗り味に関してはゴツゴツ感あんまりないっすよ、うん、そうですね、はい、
ハンドルなんかこう不快な振動が伝わってくるとかっていうのはあんまりないです、はい、全然乗れちゃいます。そしてブレーキも効く、結構カックンブレーキなんて言われますけど、うんはい、やっぱりしっかり効きますね。でこの辺もだからブレーキパッドって言って、そのブレーキの魔材もいろいろいろんなメーカー出しますから、ね、うんまあ、変えていただければフィーリングだったりとか、ホイールの汚れなさなんかも変えられるかなと。あとは俺僕もっとフラフラするかなと思ったんですけど、全然ですね。うん、そうですね。さすが月村プロデュース。いや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 。もう車の良さですね、これは本当に。あとはヘッドアップディスプレイもついてるんで、うん、今車速が出てますけど、まあ、視線の移動ちょっとこれ何を見ていいのか初めての人だとちょっと分かんない感はありますよね。確かに特にこっち、まあ、デザイン的にもその視認性も優れてるんですけど、うん、その表示がちょっと独特すぎて、うん、ちょっとパッてこう見ても情報が入ってこないんで、まあ、ヘッドアップディスプレイはこれナビなんかの表示もあれですからね、対応してますからね、いいのかな。はい、そうなんです。その辺の安全装備もしっかりついてるんですよね。そうですね。自動ブレーキ、はい、歩行者警告。そして現行になってサイドミラーがめっちゃ見やすくなってます。うんうんうん、そうですね。先代って半分こうドアで隠れて全く見えなかったじゃないですか。現行はミラーがめっちゃ見やすくなったっす。うん、そしてこのキビキビ走る感じ。だから僕思うんですけど、ミニのそのおしゃれな感じで乗りたいっていう人だったら、クーパー S がいいと思うんですよ。うんうん、でなんかもう本当になんていうんですか、かっ飛ばしたいとか、はい、運転のその走る楽しさっていう方は、まあ、ジョンクーパー、そうですね、まあ、クーパー S でもいいですけど、うんはい、っていう感じなのかなっていう。だからもちろんそのトップレンジジョン・クーパーなんで、なんか一番高いのが一番いいんでしょみたいな、うん、結構誤解されがちですけど、うん、全然キャラクターが違うんで。そうですね。いわゆるなんかその高級車とか国産ミニバンの上のグレードってもう装備も良くなって、うん、快適装備もいろいろついてきてっていう、ちょっとそれと違いますよね、うん、だからキャラクターが上に行くにつれてどんどんスポーティーになっていくんで、まあ、自分のハマるボディタイプとグレードを探すと、うん、ハマった時楽しめるのか、うん、楽しいですもんね。もうなのでまあジョン・クーパーワークスじゃなくてもいいっちゃいいですよね、まあ、僕だその使い方ですよね。本当にスポーツしたい人はジョン・クーパーワークス、はい、それ以外の方は僕自分で買うんだったら、まあ、ジョン・クーパーワークスかクーパー S、はい、マニュアル、うん、もうなくなっちゃいましたけど、カミさんに乗せるんだったらクーパーする、はいはい、まあ、ちなみに私の今のミニもクーパーです、はいはい、月村さんはじゃあかっ飛ばさない派ですか。かっ飛ばさない派ですし、か逆にクーパーでかっ飛ばさますか。あの私はその前乗ってた R50 の時もそうですけど、はいはい、見た目で、ああなるほど、ミニさはジョン・クーパーワークスだとちょっとかっ、はい、ミニっぽさがっていうよりはスポーツな感じになっちゃうんで、うん、こうまるっと、うん、あんまりこういろいろ装飾のない感じが好きだったので見た目で選びましたね。だエンジンをむしろ乗せ替えたいぐらいな感じ。かっ飛ばしたいんじゃないですか。じゃあ側はクーパーでジョン・クーパーのエンジン積みたいみたいな感じでしたけどね、はい、だとミニステアリングがいいんですよね、うん、ここ分かります、ここと、うんうん、あとこのステッチがここはこっちに裏側回ってるんですよ、はい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 、だちゃんと手に引っかかるし、うん、BM 系だからこう太いのかなと思いきや、うん、太くないんですよ、うん、で全然こうここ以外は太さ一定だし、うん、いやいい車だ。じゃあグリーンモードにしておきますか。あグリーンモードだと漏れなくこれあれなんですね、自動的にアイドリングストップが作動されちゃうんですね。もうディーゼルで十分燃費いいからいいんですよ、うんうん、グリーンモードだからこれもモードでだからこう周りの色が変わったりとか、うん、でグリーンモードだと結構こうアクセルのつきが悪いんですよね、うんうん、
だ強制的に燃費運転させられるみたいな感じですけど、ちょっと僕はこれいらないですね、うん、ぜひともスポーツモードで、はいはい、あもうスポーツだともう全然、うん、ちょっとアイドリングも高くなるのか、ギアも引っ張るし、うんはい、ディーゼルでも全然スポーティーな走りができるっすね。ちょっといいですか。はい、もう全然想定内の加速ですけど、街乗りだったら全然十分ですね。でもこの音がディーゼルの音がそんなにやっぱり入ってこないよね、うん、そうですね。むしろロードノイズの方が大きい気がします、うんうん、特にねこれ、うん、この車はそうですけど、結構ディーゼルもだから結構ガラガラ大きい車とかあるじゃないですか、うんうん、そういうのに比べたらだいぶちっちゃい方ですよね、うん、あ、そして僕はあのさっき間違ってました、 1994cc じゃなくて 1995cc です、はい、どうでもいいですよね、はい、いやでもね細かい人もいろいろ見てらっしゃいますからね。いやあの結構レビューとかでも2リッターとかで書いてあるんですよ、うん、でもあの結構違う車あるじゃないですか、うん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 、でもそれこそあの先代の 63だけど 6200cc だったりとか、うんはいはい、ちょっとそこはあの細かい数字で調べたくなっちゃうんですよね、うんうんはい、結構4リッターって言っても4リッターちょっとあったりとか、うんはい、まあでも僕はあのもうちょっと癖強いぶっ壊れても衝撃型がいいっすね、はい、ド M なんでそうね、円数土屋としては、はい、まあミニじゃないよね。だ初期型毎回ちょっとミニのと初期型の僕のノートサークルの話なんですけど、初期型ぶっ壊れるんですけど、うん、致命的な故障がないんですよ、うんうん、乗れちゃうんですよね。な変な音がするとかそういうのはあるんですけど、なんか出先で止まって帰れないとかっていうのはない、うん、だちょっとあの直すのが大変になりすぎてもう手放しちゃいましたけど、はいはいはい、もう一回、いやもう一回はいいかなでもあのぐらいちょっと癖が強いのがいいかな、うん、だから逆に現行型すごくもう誰でも乗れますよね。そうだね、全然良くも悪くもだよね、いいんだか悪いんだか。いやでも残念がってるのは僕とか杉山さんみたいな変態なんで、うんはい、5053の頃なんてハンドルを、スタイリングを見えば重たいですよね思います。ドアのあの工具だって開けるのがだって重たいじゃないですか、硬いし、どういうことみたいな。でもなんか作りはすごく重厚、はあ、 ね、お金かかったよね。そうですね、お金かかってる感ありましたね。よいしょ、ほらこの加速、うん、街乗り十分ですね。十分だね。あと逆にタイヤちょっと厚みがあるからか突き上げ感はあんまりないですね、うんはあ、しっかりはしてますけど、急な段差とかでも割とソフトに、うん、あとさっきはもう言ったんですけどこれちょっと、ちょっとパネルごと沈むのはちょっといかがなものでしょうか、ねうん、ここもだから一番新しいタイプでここが変わったんですよね、うん、そうですね、この辺もフラットになって、そうですね、ありがとうございます。ただまあ、はい、悪くないよね。悪くないです。いやもうだいぶいいですよ、うん、だいぶいいし多分いろんな人に受けるんだろうなと思います、うんはい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後になりますけれども、はい、今回の月村さんプロデュースの新品カスタマイズ車両ってことで、なかなか良くないですか。いやいや、かっこいいと思います、はいはい、ちょっとこのギャップと、うんはい、ちょっとこう可愛さと力強さの、これちょっとあの街で走ってたら、はい、おっていう、お、そうですよね、うん、ちょっとおしゃれなのかな。で、実はこちらの車
ボンドグループ の, そのミニ専門店、はい、ボンドガレージ、ボンドミニの方でカスタマイズさせていただいた車両で、そのカスタマイズしていく過程も実は動画で、そうですね、はいはい、撮影してます、はい、でチャンネルが一応ボンドチャンネルとボンドミニチャンネル、はい、ミニ専門のチャンネルの方でご紹介させていただいてますので、うん、ぜひそちらと合わせてご覧いただければ、はい、確認していただけるといいのかなと思います、はい、そしてあのボンドミニ専門店ありますから、うん、もうここからさらにカスタマイズしたりとか、そうですね、はい、例えばそうですね、もうありすぎて、ね、そうですね、はいはい、ただこれ、まあ、こうサイドタープつけたり、はい、あそうですね、くっつけてちょっとこうキャンパー風にするのもおしゃれだと思いますしね、ラックなんかもいろいろ出てますね、はい、まあ、あとはこうバーつけてちょっと、はい、ちょっといかつくしていくとかっていう手もあると思いますね、はい、あとはカスタマイズしてますんで、まあ、純正パーツ気になると思うんですけど、うん、純正パーツもあるんですよね、もちろん、はい、なのでディーラー入庫ももちろん大丈夫です、大丈夫です、まあ、あとは基本的なメンテナンス修理に関してはもうボンドミニの方で全部できますので、はい、まあ、全く心配なく乗っていただければなと思います、ぜひ、ね、はい、お問い合わせください、はい、というわけで今回はミニクロスオーバークーパー D をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。